スコシティ、ヤゴトの一社提供。放送時間は毎週日曜21時54分22時。この項目では、その後継番組、ヤゴト版からカイドウ、ブラボー、熱血、ヤゴト先生についても触れる。いずれも、アサヤン放送終了後から、演歌の花道放送開始前までのわずかな時間を使って放送されていたミニ番組である。かつてこの時間帯では、 天気予報が放送されていたが、ジャスコシティヤゴトが、スポンサーについたことからこれを廃止、代わって、同式地内で収録したミニ番組を放送するようになった。司会は、中京圏を拠点に活動する、ローカルタレントたちが歴任した。同ジャスコシティ、ヤゴトの一社提供枠は、番組のリニューアルを繰り返しながらも4年半にわたって、続けられていたが、 シリーズ最後の番組、熱血。矢後と先生が終了した後は再び天気予報を放送するようになった。さらにその半年後、期間限定、ピカピカ、天王ズライブの同時ネットが開始されたことによって、放送枠そのものが消滅した。シリーズ最初のミニ番組で、1995年10月1日から1996年9月29日まで、 放送。司会は、ジャスキング役の堀田和則とジャスクイーン役の大石、まゆみが担当。番組は、毎回、堀田たちが、ジャスコシティ、ヤゴトの敷地内で収録に協力してくれる来店者を探し出すところから始まっていた。収録への参加に同意した来店者は、堀田たちと共に、同敷地内で営業をする店へ赴もき、 その店の従業員が出題するクイズに挑戦。全3問のクイズが終了した後、来店者は番組からのプレゼント内容が書かれている大番トランプ3枚の中から、先のクイズで正当できた問題の数だけ2位で引くことができた。一般客が往来する敷地内で司会の2人が国王風の衣装や女王風の衣装に身を包みながら番組を進行させていたのが、 特徴的だった。上記、ジャス・キングに続いて放送されたミニ番組で、1996年10月6日から1998年6月28日まで放送。司会は、ボビー・ウーノが担当。内容は来店者インタビュー、クイズとは別に、30秒ほどのミニコントがあった。シリーズ第3期のミニ番組で、 1998年7月5日から1998年9月27日まで放送。シリーズ最後のミニ番組で1998年10月4日から2000年3月26日まで放送。司会はボビー・ウノが担当。ありがとうございます。